浮遊大陸が迫ってきます。木星の伝説にあるメタンの海を漂う浮遊大陸、それは地球上のオーストラリア大陸ほどもある巨大な大陸がネナシグサのようにメタンの海を漂っているもののことでした。しかも宇宙戦艦ヤマトはエネルギーの異常膨張で波動エンジンが暴走を開始しているのです。浮遊大陸が迫ります。と突然浮遊大陸からミサイルが撃ち出されました。ああ、ガミラスの基地はこの浮遊大陸の上にもあったのです。沖田提督は監視の波動砲を撃てと命令します。宇宙戦艦ヤマトは誕生したばかりです。一つ一つの武器は全て初めて使用されるものばかりです。強力な威力を持つ波動砲を撃っては逆にこちらに大きな影響を及ぼすかもしれません。しかし沖田提督はあえてその危険な波動砲の使用を命じたのです。エンジンのエネルギー弁閉鎖、回路、監視波動砲へ、全エネルギー波動砲内シリンダーへ。波動砲、全安全装置解除。自動修正、照準プラスマイナスゼロ。対加速度、宇宙ゲージ600ノット。全員対ショック、用意。波動砲、発射。ということでしょう。一瞬あの巨大な浮遊大陸そのものが吹っ飛びました。ものすごい波動砲の威力です。オーストラリアほどもあろうかという浮遊大陸が跡形もなく消えてしまったのです。しかも波動砲でエネルギーを使ったためヤマト自体の暴走も治りました。沖田提督の決断は一石二鳥の効果を上げたのです。けれども沖田提督の心は暗く閉ざされていました。大陸が一つ消えた、なんということだ。我々は許されないことをしたのではないだろうか。ガミラスの基地を破壊しさえすればそれでよかったはずだ。波動砲は我々にとってこの上ない力になる。と同時に大変危険な破壊兵器にもなってしまうのだ。我々はこの宇宙から一つ大陸を消してしまった。宇宙戦艦ヤマトは進みます。無限に広い宇宙の大海原をヤマトはひたすら進みます。必ず帰ると誓い、帰らなければならないとの決意を秘めて宇宙戦艦ヤマトは今日も行くのです。その頃、ここは冥王星にあるガミラス前線基地。その司令室にガミラスのシュルツ司令官とガンツ副官が立ってじっとスクリーンを見ていました。そしてそのスクリーンには驚くべきことに宇宙戦艦ヤマトの姿が映っているではありませんか。修佐、バメラ光線シャワーのマイナス3へ。コズミックレイ加速プラス16、速度変わらず、エネルギー変わらず、進路右へ 0.3 度、上下角0、レベル静止、
小巡艦大和捕捉。大和、進路 D ブロックから Z へ、右へ3度、曲線22の角度で変身しつつあり、エネルギーカウント極大用意。発射。今ヤマトは粉々に砕け散った。しかしシュルツ司令官とガンツ副官の会話は、それが模型であったことを語っています。よかった、ガミラスは模型のヤマトを使って攻撃の訓練をしていただけなのです。しかし今見たガミラスの反射衛星砲を使われたら、ヤマトはひとたまりもないでしょう。一体ヤマトはどこにいるのでしょうか。その頃、宇宙戦艦ヤマトは土星の6番衛星タイタンに着陸していました。物資の補給と初めてのワープ工法で破損した箇所の修理のためです。そして進むは宇宙ゼロ戦に乗って辺りを偵察するために飛び立ちます。土星の第六衛星タイタンは見渡す限り砂漠でした。おや？あれはなんだ？その砂漠の真ん中に、進むはロケットの残骸のようなものを見つけました。それは日本艦隊の M21881 式宇宙突撃駆逐艦だったではありませんか。なぜこんなところに。もしや、近づいてみると、その胴体にははっきりと雪風の文字が。兄さん、進むは叫びました。叫びながら走りました。だがその宇宙突撃駆逐艦の中には、雪風とともに宇宙の木図と消えたはずの兄古代マモルの姿はありませんでした。その生きている姿だけではなく、死体もまたなかったのです。兄さん、進むは操縦席から一つのコスモガンを拾い上げました。それこそ進むの兄古代マモルが愛用していたコスモガンでした。どこ行ったんだ兄さん、なぜここに死体すらないんだ。出発よ。森行が迎えに来ました。どうしたの進さん。森行は進の話をじっと聞いていました。そして進を力づけるように言ったのです。ひょっとしたら進さんのお兄さん、この広い宇宙のどこかにまだ生きてらっしゃるのかもしれないわ。宇宙戦艦ヤマトはタイタンを発進します。補給完了、修理完了、ヤマトは大きく飛び立ちました。そして沖田提督は各部署の責任者を集めて話したのです。諸君、知ってる通り、冥王星にはガミラスの太陽系最大の基地および司令部がある。当然のことながら、彼らはその強力な戦闘力をもってヤマトが太陽系の外へ出ることを妨害してくるであろう。しかし我々は断固としてこのガミラス冥王星基地を破壊しなければならない。さもなければヤマトのいない地球に彼らはどんな攻撃を仕掛けるか知れない。同じ頃、ガミラスの冥王星基地でも
シュルツ司令官とガンツ副官は部下たちに向かって総力を挙げてヤマトを撃つべく命令を下していました。ガミラス冥王星基地の名誉にかけてヤマトを太陽系の外へ出してはならない。